はい、皆さんこんにちは、コーヒー侍です。今日はマキネッターズの回でございます。以前ですね、動画で好評いただきました TDS トータルディソルブドソリッツですね、いわゆる、その液体の中に何パーセントのそのコーヒー成分が含まれているかといったね、そういった数値があるんですけども、まあ、それをねこの道具で、調べました。で、前回はですねビアレッティの、普通常のモカエキスプレスタイプのものとブリッカ、もうちょっと圧力の高くなるっていうねあのクレマが形成できると言われる機種を比べてみたところ結構ねその数値に違いがあったんですよね。で自分でもちょっとびっくりしたんですけども、で非常にね好評いただきまして、まあ、いろんなね数値を調べてほしいというコメントもいただきまして、今日はちょっと踏み込んでいきたいと思います。あのねマキネッターズの方ならね結構話題になるというか疑問に思う点なんですけど、まあ、今回ね用意したのはこちらでございます。ビアレッティのねモカエキスプレスタイプのものですね、まあ、これはエクスクルーシブタイプのものなんですけども、通常のアルミのね素材でできたタイプになってます。そしてこっちがねムーンというビアレッティ社のステンレス製のマキネッターになっております。今日はねこの TDS をこのアルミ製の個体とステンレス製の個体で違いがあるのかということをね今日は計測をしてみたいと思います。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。 We are マキネッターズ、いってみよう。今日用意したのはビアレッティ社のねエクスクルーシブシリーズというアルミ製のね、通常タイプですね、3カップ用になってます。これがねすいません、ムーンというステンレス製の個体なんですけど、ちょっとね4カップと6カップしかないので今回4カップにしました。なのでね、まあ、多少のその抽出の違いというのはあるかもしれないんですけど、その濃度的にはね、まあ、基準にはなるかなと思います。条件はね、基本一緒にしていきたいと思います。今回ビアレッティ社のクラシコですね、はい、こちらの豆ですねを使います、まあ、同じ、ね、容量にしていきたいと思います。で水なんですけどちょっとね通常、まあ、安全弁の下とよく言われますけど、ちょっと合わせるためにですね、120ml のところで水はやりたいと思います。あの結構そのマキネッターやられる方の中で結構話題になるんですけど、アルミ製の方がね濃厚に出るよねっていうね、よく言われるんですよ。今回ねこの数値が出る前に私の予想としてはもう明らかに私もこのアルミ製の本体の方が濃厚にコーヒーが出るかなというふうには思います。でステンレス製はね、それはそれですごくいい点がありまして、まず衛生面的にねいいんですよね。洗って構わないと思ってます。なのでまあ今時のねなんか現代風なマキネッタかなとも思ってます。はい、ではね早速同じ条件でやっていきましょう。はい、では今回はコーヒーの容量 16g でやっていきます。はい、ではね、両者抽出が終わりました。ではこれからね TDS を測っていきましょう。通常の水道水を、浄水器に通したお水ですね、これでゼロ地点ということにいたします。このね抽出のお水も、同じ水でやっております。
モカエキスプレスですね、アルミのタイプのものから測っていきましょう。はい、出ました。今日のこの抽出ですと TDS 下ですねが 4.73 という数値が出ました。前回ね、やったモカエキスプレスの時は 5% ぐらいまでいってたので、まあ、やっぱりねその条件とか、火加減と抽出のね具合とか、まあ、いろんなのでちょっと多少前後しますけど、やはりね基本的にモカエキスプレスのアルミの固体というのは 5% 前後ぐらいで出るという感じになりますね。はい、では次にですねこのムーンですね、ステンレス製のマキネッタで入れたこちらで測っていきたいと思います。もうねこちら先ほどの水でリセットいたしました。はい、出ました。 TDS が 4.0というね数値が出ております。まあ、やっぱりね基本的にはアルミの方が濃く出るのかなっていうねそんな感じでしたね。まあ、ブリッカと比べたほど差は出なかったという感じはしますね。まあね、でも一応同じ条件で今回やった感じで多少のね誤差は出たかなという感じです。はい、皆さんお疲れ様でございました。いや、あのね感想としましては思ったよりも差はなかったのかなというね気がいたします。まあ、なんか数値的にはね 1% も違わないかなっていう印象なんですけど、ドリップコーヒーの数値というのは 1.15 から 1.35 というねその基準があるんですね。で、ドリップコーヒーでその数値ならばこの 0.7 の差っていうのは、まあ、意外とその大きいかなっていう気もするんですよね。で、明らかにそのいつもねアルミ製とステンレス製を飲み比べてみるとやっぱりねどうしてもステンレス製の方がちょっと薄いかなっていう感じはするんですよ。あのちゃんとねこう飲んだ感じ、まあ、なので、まあ、そのね、違いというのがこの数値の違いという感じになります。もともとねこのアルミ製というのがマキネッタの元祖になるわけですけども、まあそれはそれでねこうカフェラテとかっていうのがより濃厚になるという考えもあれば、このステンレス製というのは、まあ、衛生面とかねもう洗いやすさとかもうねこの個体はもうガシガシ洗って大丈夫なんですよ。でキャンプとかでもね、非常に強いし、そしてその少し薄いというのはねちょっと表現がねちょっとネガティブになってしまうんですけど、逆を言えばもうアメリカーノとかでね飲む方なんかは結構ね、まあ、しっくりくるかなっていうそんな感じになりますね。でミルクと割った時点では、多少そのカフェオレみたいなねそんな感じの、まあ、感じ方になるのかなと思いますので、まあ、アルミ製の良さそしてステンレス製の良さ、双方あるかなというふうには思います。まあね前回のその TDS を測った時のね動画もぜひ見てほしいんですけども、まあ、ブリッカーが結構なねその 8% ぐらい出ると。でアルミ製のねこのモカエキスプレスが 4.7 から 5.2 ぐらいまでの間でねだいたい推移していますよね。でステンレス製は今回 4% ということなので、まあ条件によってね多分前後すると思うんですけども、それぞれね使い勝手が違うかなというふうに思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。で本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。最近ねインスタグラムなんかでは日常のねそのコーヒー風景なんかも上げてますので、ぜひね SNS の方もぜひね登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。